川島町を空から見てみると、大きく蛇行するように家が点在しているのがわかります。これは集落が自然堤防に沿って作られたためです。本編では川の力が生んだ芸術的な景観、自然堤防をご紹介します。自然堤防とは何でしょう？それは水の流れが運んだ土や砂が溜まってできた少し盛り上がった土地のことです。川島町には自然堤防がたくさん存在しています。数千年前、川島町は町の中を無数の川が流れていました。地形から当時の流路がわかる地点があります。この映像の右側が自然堤防です。左側が低くなっており、古代の川の跡であるとされています。このように町の中を流れている川が洪水によってあふれ、洪水によって運ばれてきた土や砂が積もって自然堤防が出来上がりました。自然堤防の後ろには荒廃湿地と呼ばれる湿地や沼地が広がっていました。治水技術などが向上したことにより水田として整備されました。人々は洪水から身を守るために自然堤防の上に住むことになりました。馬橋康夫と申します。よろしくお願いします。洪水は今でも大変な災害です。しかし水が引いて洪水が収まれば、自然堤防の上での暮らしはすぐ脇に川が流れているので、容易に生活に必要な水を手に入れることができました。また大小の魚などの豊かな食料を得ることができるので、暮らしやすい環境でした。縄文時代の低湿地の大遺跡が各地で発見されており、縄文時代の人々の豊かな暮らしが確認されています。川島町で見つかった芝沼堤外遺跡では、まさにその暮らしを展開されていたと考えられています。このように川島町に暮らす人々には、原始、古代、中世の時代から川の恵みを受けながら自然堤防上での豊かな暮らしをしていました。川島町には今でも自然堤防に沿って家が立ち並んでいます。まるで川に浮かぶ島のようです。川島町の人々の暮らしはずっと昔から川と共にありました。川島の島は長い歴史の中で川と人々が作り出してきたことがわかります。